はい、えー、これはですね、お問い合わせというかメッセージですかね、ありがとうございます。えー、吉原こんばんは、えー、今の私の状況にドンピシャの商品を提案していただきありがとうございますということで、えっと、多分、昨日の動画見ていただいたのかな。 ありがとうございます。え私はえ実、実は私が吉ン様の存在を知る数日前にトライアルコースの販売が終了し,、ま、してしまったとのことでもう少し早く知っていればと悔しく思っていたところです。動画でおっしゃっていただいたようにこれは運命の導きだと思うので今から楽しみにさせていただきますと。ありがとうございますと。これはねタイミングっていうのがねあるんですよねいろいろと。引き寄せの法則とかもありますけどまあなんかよく論理的にうまく 表現できない部分があったりする部分もあったりするのでまあ人生っていうのは面白いですよねでここでねトライアルコースがあのー、興味あったということなんでまたあのセールスしときますけど <laughs> あの5月にですねアドバンスコースっていうのを案内予定です <laughs> トライアルよりいいのでまああのぴったしなんじゃないですか <laughs> しかも今回ねあの20万値上げしますんでそのタイミングでよかったじゃないですか 値上げ後に知ってたら20万値上げですから <laughs>、うん、まあこれもまたタイミングじゃないかなと思いますなんで今あの何すかえー、本コースとアドバンスコースと何、えー、すかえー、トライアルコースかこの3つあるんですけどもまあ一番本コースが最上級なんですけどね ただ、その情報ビジネスに特化する、コンテンツビジネスに特化するんであるならば、アドバンスコースでも十分かなとは思いますので。うん、で、トライ、トライ、トライアルと違って、期間がね、あの、20年ありますので、トライアルコースはトライアルっていう、もう、名の通りですよ。トライアルっていうのは名の通りトライアルなんで、まあ、3ヶ月で縛ってますけども、はい。僕はまあ、あの、60歳までやりますよって言ってますので、 でトライアルコースの目的としては2つあって、えっ、ー、と、一つ目は、一つ目は、えっ、ー、と、まずドリアカがどういうものなのかって触れていただきたい。まあ、お試ししていただきたいっていうところですね。うん、単純に。うん。ど,どういうことを僕がドリアカで教えてるのかっていうのをお試ししてほしいっていうコースですよね。要はいきなりその高額なね、えー、あの、は、えー お金を払うのは、まあ、お客さんもリスクはあるわけじゃないですか。うん、思ってたとは違うなみたいにならないようにじゃあ興味あるんだったらトライアルでお試ししてみてくださいみたいな、まあ、お客さんのリスクリバーサルな部分の部分ですね。うん、であとはもう一つ、まあ、僕はこれは,は販売してますので、えー、販売の戦略として、えー、トライアルコースでもっとずっと これから吉谷さんのサポートを受けて、ずっとこれからもやっていきたい。っていうことはであるならば何、えー、ですか、えー、アドバンスと本コースありをみたいな案内の仕方ですね。うん。はいまあ、そんな感じです。はい、ただ。まあ現状を見ると現状を見るとアドバンスコースがいいんじゃないかなとは思いますけどね。もうすでにその顧客リストもちょっとあるしで100万以上は売ってるし。 うん、だからその,その状況下でアドバンスコース入っていただくと、まあ、めちゃめちゃ学びはたくさんあると思いますね。うん。はい。ということで、はい、これも運命ですね。<laughs> まあ5月ぐらいになると思いますので案内はね。はい、まずはあのコピーライティングの,せあのセールスレターの書き方みたいなのが3月末か4月頭1、2ぐらいにご案内予定なのでそちらで勉強していただくといいと思います。 digo